生理痛を治す3つのストレッチについてお話ししたいと思います。どうも、整体師のアキです。本日は生理痛を治す3つのストレッチについてお話ししたいと思います。今回の動画に関して、生理痛っていうのはいろいろ原因がある中でも筋肉が原因で生理痛を起こす場合っていうのがございます。ですので、その筋肉の場合で起こる生理痛に対しては効果的なものです。その辺ですね、ご理解の方よろしくお願いいたします。で、今回の動画内容に関してなんですけども、生理痛がなぜ起こるのかっていうことと、生理痛を解決するためのストレッチ3選っていうのをお話ししていきたいと思います。では、なぜ生理痛が起こるのかっていうと、これはプロスタグランジンというホルモンが影響していると言われております。で、プロストグランジンって何なのかっていうと、子宮を収縮させるホルモンでございます。プロストグランジンが出ることによって子宮が収縮します。子宮が収縮することによって子宮の中にある赤ちゃんのベッドが外に出されるということになって、そして生理が起こるということになりますよね。で、このプロスタグランジンがどうなるのかっていうと、このプロスタグランジンが、いっぱい出すぎることによって子宮がたくさん収縮してしまうと。で、その収縮が多くなりすぎることによって痛みが出ると生理痛とは言われています。で、プロスタグランジンが出すぎることによって子宮の収縮がすごく激しくなってしまい、痛みを起こすこの生理痛なんですけど、でもそもそも考えてみてください。なぜプロスタグランジンがこんなにも出てしまうのかっていうことなんですよ。で、それはなぜかっていうと、結局中のものが外に出ないからなんです。じゃあなぜ出なくなるのか、子宮が動かなくなってしまっている。ではなぜ子宮が動かなくなるのか、そう、それは原因は反り腰だからなんですね。反り腰っていうものは、お尻が後ろに突き出て腰が反り上がっている、この状態のことを言います。そしてこの状態になると腹圧って言って、お腹のこの周りの腹筋とか背筋の圧が弱くなるんです。で、弱くなるとどうなるのか、弱くなることによって内臓が下に落ちてきてしまうんですね。じゃあ腹圧が下がると内臓が落ち込む、内臓が落ちてくるとどん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 上から下がってくることによって子宮を圧迫してしまう。じゃあ子宮が圧迫された状態になると、生理になった時にうまく収縮できないんですよ。じゃあうまく収縮できなければ中のものを外に出せないですよね。赤ちゃんのベッドを外に出せないっていう風になってしまったら、やばい、出てないなって体は思って、プロスタグランジンをバーッと出し続けるわけですよね。で、それで無理やり動かせ動かせって、動かないのに動かせ動かせってホルモンを送り続けるわけですよ。そうしたら無理に動かしてしまうから痛みが出てくるっていうことなんですよね。ですので、解決しなくちゃいけないことは反り腰を治すことなんです。反り腰を直してあげれば腹圧が上がる、腹圧が上がれば内臓が正しい位置に戻る、内臓が正しい位置に戻ると子宮が上から圧迫されていたものが外れるので、プロスタグランジンが出ることによって子宮が収縮したとしても痛みが起きることはないということになりますので、反り腰を直していきましょう。でもですね、反り腰になったら腹圧下がるのってほんまなのかっていうところですね、ポイントになってくると思うんですけど、これ一回一緒にやってみましょう。では立ってみてください。で、立っていただいて、このおへその下のこの膀胱のあたりをちょっと触ってもらいたいんですね。で、ここ触ってもらうと、ここには腹横筋っていう筋肉があって、腹横筋っていうのはインナーマッスルの一つになるんですけども、この筋肉が硬くなると腹圧がグッと上がるんですね。でも、ここの筋肉が緩くなると腹圧って下がっちゃうんですよ。では、反り腰にしてみましょう。おへその下を触りながら反り腰を作ってみてください。お尻を後ろに突き出し、体を前に倒していってください。そうすると、この触っている腹横筋のところ、下っ腹のあたりが、ふにゃーっと柔らかくなるのを感じると思います。こうすると、腹横筋に力が入っていないので、腹圧が抜けている状態ですね。そうなると、この辺、ぷにゃぷにゃなんですよ。反り腰になると、この腹圧を上げるために働いてた腹横筋が働かなくなるんですね。ぷにゃぷにゃになります。でも、このまま体を起こしていってください。おへその下、腹横筋のところを触りながら、ゆっくりゆっくりゆっくり後ろに反っていくと、ある程度の角度で、この腹横筋がキュッと締まるの分かります？これはですね、反り腰が治って、骨盤が地面に対して垂直になった時なんですよ。
つまりですね、反り腰を直して正しい位置に骨盤を持っていけば、腹横筋っていうのは勝手にキュッと締まる筋肉なんです。ではここの筋肉が締まるとどうなのか、締まることによって腹圧が上がり、で内臓も正しい位置に持ち上げることができます。姿勢も良くなります。そうなると子宮を圧迫するものっていうのはなくなっていきますよね。そうなったら生理になった時に子宮も思いっきり動くことができる、収縮することができるので痛みを伴わないようになるんです。生理痛があるんだったら反り腰を直さないといけません。ですので今回は反り腰を直すためのストレッチ3つお伝えしたいと思います。ぜひ最後まで見て、そしてやってみてください。では行きましょう。はい、それではやっていきたいと思います。で、まずストレッチ1つ目、太ももの前の筋肉のストレッチです。太ももの前の筋肉っていうのはこちらの筋肉です。大腿四頭筋っていう筋肉で、ちょうどここの筋肉ですね。で、ここの筋肉が硬くなってしまうと、反り腰を作ってしまう原因となりますので、ここの筋肉を伸ばしていきましょう。ではやり方です。やり方は3ステップです。ステップ1、膝を曲げます。で、この時なんですけども、膝を少し開いてあげてください。ステップ2、おへそを見ます。体を丸めるようにおへそを見てあげてください。ステップ3、おへそを見ながらそのまま後ろに体を倒していきます。で、この時なんですけども、ステップ2のおへそを見るっていうことを忘れずにずっと見といてください。そして膝が浮かないようにも気をつけてください。で、倒していくうちに太ももの前が伸びてくる感じが出ると思います。この状態で30秒間太ももの前を伸ばしていきます。次2つ目、内もものストレッチです。内もものストレッチ、内ももとはここの筋肉ですね。内ももの筋肉は実は硬くなることによって反り腰を作ってしまう原因になるんですね。だからこそこの内ももの筋肉をほぐして反り腰を解決していきましょう。ではやり方です。これも3ステップです。で、このストレッチは立ってやります。まず足をベッドとか何でもいいので乗せてください。で、この時につま先を立て、そして膝を伸ばすっていうことを忘れないでください。ステップ2、このまま体を前に倒していきます。ゆっくり前に倒していくんですけども、この時に注意点としては、必ず顔を上げてまっすぐ見ながら体を前に倒していきます。そうすると内ももの筋肉、裏側の筋肉が伸びてるような感じが出ると思います。これでちゃんと伸びていたら OK、 いけるとこまで行ってください。ステップ3、倒しながら最後につま先の方に体を寄せます。ステップ2でしっかり限界まで体を前に倒していただいて、最後につま先の方に体を寄せていきます。そうすると内ももの筋肉、裏側の筋肉がものすごく伸びてくる感じが出ると思います。で、これで伸びてる感じが出ましたら、このまま30秒間伸ばし続けます。はい、次3つ目のストレッチはお腹のストレッチです。お腹の筋肉、こちらですね、腹直筋だったり外腹斜筋、内腹斜筋、こちらの筋肉を伸ばしていきます。で、お腹の筋肉って硬くなってしまうと、実はですね、反り腰の原因にもなってしまうんです。だからこそここの筋肉をしっかり伸ばしてあげて、お腹をしっかり伸ばして背筋を伸ばせるような体、反り腰を直せる体を手に入れましょう。ではやり方です。お腹の筋肉を伸ばすストレッチも3ステップです。まずステップ1、手のひらを上に向けてください。ステップ2、手のひらを上に上げて逆の手で手首を掴んであげてください。ステップ3、このまま斜め後ろに体を反らします。こうすることでお腹の筋肉が伸びてるような感じが出ると思います。で、これでお腹の筋肉が伸びれば、このまま30秒間伸ばします。お伝えしたい告知というものは、私の仲間になってもらえませんかっていうことなんですね。当院では腰痛でお悩みの方が全国各地よりお越しいただいております。正直私だけではだいぶきついです。患者さんもですね、3週間待っていただいている状態になっています。ですので、この動画を見ているあなたのお力を貸してほしいんですね。私は世界から腰痛をなくすという目標に向かって動いている一人です。あなたもそのメンバーになっていただきたいんですね。採用選考の方ではいろいろと言わせていただくとは思うんですけども、同じ夢に向かって一緒に走ってくれる仲間を募集しています。まず話だけでも聞いてみたい、ご興味があるということに関しては、下の概要欄のところに、ね、お問い合わせフォームというところリンクを貼っておきます。そちらのお問い合わせフォームから求人希望ということをお伝えください。一緒に世界から腰痛をなくす仲間になっていただければなと思います。どうぞ前向きによろしくお願いいたします。はい、いかがだったでしょうか。本日はですね、生理痛を治すためのストレッチ3つをお伝えさせていただきました。生理痛でお悩みのあなたはですね、ぜひ根本的に生理痛を起こさないようにするために、反り腰を治していってください。
本日の内容ですね、良かったなとか勉強になったなとか効果あったよっていう方はですね、いいねボタン、そしてコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。またですね、こういった動画が欲しいとか、こういうのをしたらいいよとか、いろんなフィードバックあると思いますので、ぜひですね、あのコメントの方に書いていただければですね、もっといい動画作っていこうと思ってますので、そちら参考にさせてもらいますので、ぜひどん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 お寄せください。あとチャンネル登録も忘れないようにしてってください。それでは、本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。